Good morning. あ、意外に青空出てる。なんか昨日の予報ではね、もっと全然曇りで雨近しみたいな感じだったから、山が見えないかなと思ったけど、バッチリ見えてます。では散策へ、レッツゴー。眠い。今日は立山3日目、朝としては2回目です。穏やか。とにかく滞在中ずっと風がすごい少なくて過ごしやすかった。今日はね、まだまだ時間があるんだよね。宿は9時チェックアウトなんだけど、飛行機が結構夜7時とかだから、ここでゆっくり過ごすか、雨になったらどうするかって感じだね。予報的には12時ぐらいまでは曇りで、その後雨予報って書いてあったんだけど、どうなるのかな。曇りでもなんかこれぐらい光と青空があって山が完璧に見えてたら、これは晴れって言える気がする。静かにしてるから気づかなかった。おはよう。泣かない時もあるんだね。なんか今まで2羽縄張りを守ってる風な2羽はどっちも結構泣いてたから、ああやって上にいる時は泣くものなのかと思ったけど、この子はただ佇んでいます。すごいなんか何気なくいた。そしてこの子は初日の子とちょっと近い、あの黒毛がほとんどで白毛があまりもう残ってない子ですね。おはよう、ライチョウさん。じゃあね、ライチョウさん。またね。さらなる散策を続けます。いやー、いいもの見れたな。かわいい。室堂山荘が今朝もすごい綺麗に見えてます。ぐるっと一周コースなんだけど、これはしばらく雪のところを歩くんですかね。なんかここを下ってる人がいた気がするんだけど、これはまた別のルートだよね、きっと。配線がないので不安です。まああの平らな道とかは全然大丈夫なんだけど、雪の壁です。いわば雪の大谷のミニ版、雪の小谷。今日も山から日が上がってくるのが見えました。ああ、神々しいね。
なんかね、今日は薄曇りなので、昨日のピカーンっていうのとまたちょっと違う雰囲気です。穏やかな光が上がってきた。それでもやっぱり暑くなるね、速攻。では散策を続けますかね。靴を結んだよ、雪の道に入るから。おおすごい。これは道なのかな、なんか雪原ですどこがルートなのかが全然わかんない。めっちゃかわいい。見てください、三菱の重機にお古女ですよ。これ誰かが描いたの？かわいいね。6月の立山最高ですね。ただもうちょっと白毛がすごい多いライチョウを見たいんだったら4月だと思うし、まあ、4月はかなり雪が多くて寒いだろうなっていう予想なんだけど、で今回はたまたまめっちゃラッキーだったけど、やっぱり梅雨が怖いので5月末かな、天気と暖かさと雪のそこまで多くなさとライチョウって考えると、次回は5月末もいいかなって思います。で今回私は六本葉の愛禅、軽愛禅というのか、六本葉のやつを使用したんだけど、このぐらいだったら六本葉で全然いけます。あの途中で出会ったライチョウ散策隊、ライチョウ調査隊のおじさま方は12本歯のすごい愛禅を履いてたけど、それはあの急斜面を行ったり来たりするからだと思うので、この山に登らずにこの辺を散策するんだったら六本歯で十分だね。なんかいい季節がいろいろあるっていうことですね。こんな動物もいます。あのよく見るちりとりちゃんはカヤクグリさんだね。チリリリと鈴のような細い声で鳴きます。本当、あ、岩ひばり、キュルリ、全体的に動物の鳥もちっちゃいね、高山にいるのは。雪原ウォークはこれで終わりです。すごい楽しい。なんかこの山ゾーンに入らない雪ウォークだけを楽しみたいっていう人にもすごいいいんじゃないかなと思うし、子供とか大喜びだよねこういうので。これからは御栗ヶ池温泉に戻るルートが最後、ハイマツが結構あるところなので、もう一度ライチョウに会えるかなという期待を胸に行きたいと思います。かなり青空が広がってきた。すごいね、本当にお天気に恵まれたな。あ、御栗ヶ池が氷河みたいになってる、すごい。めっちゃいい景色だね。あ、地獄谷の煙が噴き出してます。